播磨平定後、信長に覚悟の甘さを断じられた光秀が、信長と戦を共にすることはなくなっていた。また光喜も信長との口論の末行方をくらませる。織田家中にはいつになく重い空気が立ち込めていた。その最中、徳川家で謀反騒動が勃発。その騒動の糸を引いていた首謀者が桃地三太夫であると判明する。徳川家に仕える服部半蔵から報告を受けた光秀は、桃地率いる伊賀忍団を討滅すべく出陣するのだった。伊賀の乱。やはり半蔵殿に相談したのは妥当でしたな。桃地め、なぜ織田をかき乱すような真似を。先行して伊賀の里に潜られた半蔵殿がいかな法をつかむか。殿。ああ、すまない、少しほうけていたようだ。まったく、総大将がこれでは下に示しがつきませぬ。どうか気を抜かれますな。俺は惑ってなどいない。この戦で桃地を倒し、必ずや証明せねば。生倉は魔王の懐にいらぬか。信長。誓いを果たす。殿、それがしに万事任されよ。利水殿から相談を受け調べてみれば、やはり三太夫の企てであったか。思えば奴は若き自分より花持ちならぬ大の子であった。あの時わしが伊賀を抜けずにいさめておれば、奴との因縁ここで断ち切らねばな。若を苦しめたその罪は必ず。うん、この気配は。三太夫。怒るなよ。黙れ。よくも若を。戯れはお預けだ。やられたか。また遊ぼうぜ、半蔵。
桃地は甘子。本山城にこもっているようだ。行くぞ。伊賀人のテレンテクだ。侮ってはならん。敵の急襲には気をつけな。者ども、出撃の支度を急げ。出ろ。任されよ。虫を浮かせ。少量せいや。少量せいや。任せろ。承知した。のこのこお出ましか。ちょっと俺と遊んでくれよ。消えたか。任されよ。急ぎ奴を追わねば。ヘイモン。ヘイヤ。そりゃ。そりゃ。そりゃ。そら、お兄さんこちら。帰りゃ。ヘイヤ。ヘイヤ。任せろ。三代目、我らを誘引し何を企んでいる。出撃準備を急げ。承知した。すべて壊そう。返してみろ。もうよかろう。なんと見事な。一瞬だ。震わなんだか。開門。任される。伊賀人など恐れるに足りぬ。桃地、隙を見せたら逃しはしない。隙を見せたら砦を制圧する。手向かう者は残らず排除せよ。ごめん。そりゃそりゃ抜かち抜く。肩慣らしにもならぬ。聞かせていただこう。ようしてのけた。この砦は我らがいただいた。虫を浮かせ。耐えきれん。聞かせてもらう。隙を見せたら承知。虫を浮かせ。この程度戦果とは呼べぬゆえ、隙を見せたら。隙を見せたら。おら！
任せろ。明智が来たぞ。みんな一斉に追いかけよう。奴らの足を止めるのだ。この桃地の入れ知恵か。救んではいられないというのに、火の手が回るのをただ眺めてはいられない。急ぎ止めねば。我ら徳川、火星に参りました。まずは丸山城の制圧から行くぞ、平八。開門。家康殿自ら出陣とは。これで一層攻め立てられるだろう。やはり来られたか、若。こうなった以上、三太夫の毒牙よりお守りせねばなるまい。敗北条件変更。出ろ、返してくれ。し、徳川だ。一度に栄養飲まされてまだこんな引導を渡してやらねえとな。セナの敵、この地で撃たん。皆奮戦せよ。開門。もちお前は必ず俺がこの手で。皆さらに進軍せよ。承知した。開門。任されよ。承知。程度戦火とは呼べぬゆえ、肩慣らしにもならぬ。力及ばずか。さすがだな、頼もしい限りだ。耐えきれ、引かせてもらう。やれやれ、さっき勝ちなやつだな。お楽しみはこれからだっての。またも家計を仕掛けるか。なんとか防がねば。ほら、早くここまで来てみろよ。いつでも俺の思考を見通していた。だが俺はどうだ。信長の胸中をただひとたびでも真に理解し寄り添えたことがあったのであろうか。返して。殿を炎で苦しめるとはなんと姑息だ。出ろ、お持ち。貴様は断じて許せぬ。
げろ。敵将が切り伏せた。ここは引くほかあるまい。攻撃は止んだ。先を急ぐぞ。お待たせいたしました、光秀様。我らも共に戦います。任されよ。今だ、かかれ。まさに撃たれては進軍ままならぬ。指揮する者を残らず倒さねば。承知。ソロ、せ、無事を浮かせ。ソロ、無事を浮かせ。隙を見せたな。出番だ、野郎ど。明智を袋のネズミにしてやれ。返してみろ。奴ら増援を指揮して面倒ごとになる前に倒す必要があるから。承知した。入れろ。これで先に進めよう。なかなかしぶといじゃねえか。ならここいらで新顔のお手並み拝見といくか。やってやるさ。俺はもう織田のもんじゃねえからな。開門。入れろ。無事だったのか。しかしなぜ桃地のもとへ。俺は織田を、無事を、信長を倒す。父を殺したあいつは俺は許さねえ。劇場に駆られやがって。血を見せたら目覚ませ。三月、お前がこれほどのバカだったと。血迷いは大概にしろ。黙れ黙れ。考え、カズージにはわかんねえよ。お見事と申し上げておきましょう。敵将、始末いたした。耐えきれん、引かせてもらう。隙を見せたら。敵将、始末いたした。隙を見せたら。叶う相手ではなかったか。ごめん。勝ち抜く。はあ、狙うは家康の首。みんな出撃に備えよ。やつら何を企んでおる。主を受かせ。突きを見せたら。敵将、始末いたした。ここは引くほかあるまい。おお、やるではないか。いや、無理かな。かな事情があろうと殿に刃を向けるならば容赦はせぬ。その言葉そっくり返すよ。だって容赦しねえぞ、トシミス。邪魔だ、ほふってくれるわ。隙を見せた。叶う相手ではなかったか。
待てよ。隙を見せたな。むしろうがて。むしろうがて。刀らしにもならぬ。フルはなんだか。上々の戦果。あなたなら当然か。いつき。今まで何をしていた。信長も俺もお前の身を案じて。あの信長が。笑えねえ冗談はやめろよ、光秀さん。俺の刃から逃れられると思うな。敵将切り伏せと力及ばずか。任されよ。承知。誰が織田に戻るもんかよ。俺はもう決めたんだからな。三月、まだ迷いがあるのか。開門。うがち抜く。三月、お前が揺さぶられてどうするよ。なら次の手はあれでいくか。忍術とは心の隙間につけ込む。隙を見せたな。惑いを抱えし者は隙を見せたな。奴らにとって格好の的よ。若のお命奪わせはせぬわ。明智は勢いを押す。承知している。この機に乗じて我らも攻勢に転じるぞ。申し上げておきましょう。虫を浮かせ。待てよ。敵将、始末いたした。叶う相手ではなかったか。ここまでたどり着いた褒美をやろう。感動に打ち震えるがいいぞ。隙を見せたな。隙を見せたな。鹿之助、長政殿、二人がなぜここに。騙されるものか。あれは桃地が生んだ幻。承知。惑うな。切り捨てろ。光秀、お前に泣く権利があるもんか。泣きたいのは見捨てられた俺の方だ。信長と歩む道の先を少しでも疑わなければ鹿之助の死に惑わせに済んだのだろうか。いや、これも全て俺が甘さを捨てきれなかったがゆえ。今さら悔やんでも失った命は戻らぬ。武士図が走るんだ。いかな犠牲を払おうと正しきを貫く。あの日覚悟を決めたはずであったのに。おら
隙を見せたな。せいや。隙を見せたな。待てよ。甘いわ。隙を見せたな。隙を見せたな。始末いたした。お見事にござった。あなたの言う通り、俺の刃はひどくなまっていたようだ。ここまで来ちまったか。仕方ねえ、俺自ら決着をつけてやる。何も非常所長に徹しきれねえやつが無理すんな。ああ、鎌倉刀の光秀さんよ。なまった刃は再び研いでみせる。桃地、貴様を倒した後にな。すべて壊そう。合わせろ。承知した。すべて壊そう。止まりはしない。一瞬だ。敵将切り伏せと討ち死にです。お見事と申し上げておきましょう。耐えきれろ。引かせてもらう。せめて甘い。すべて壊そう。止まりはしない。桃地三太夫、殿を苦しめ陥れたその戸が死してメイドで悔やむがよい。従者風情が生きがりやがって、そう簡単にやれると思う。甘いわ。甘いわ。勝ち抜く。信長の愛に先にあるの希望じゃねえ、破滅だ。よく覚えときよ。討ち死に。信長の先に待つのは破滅か。なれど俺は歩み続けねばならない。今度こそ俺の正しきを貫くために、今俺がなすべきこととは。
全て終わった。これで瀬名や信康も浮かばれるだろうか。さあな、それはこれからの竹千代次第だろう。瀬名姫様のためにも張り切っていこうぜ。そうだな。しかし未だ謎は消えぬ。なぜ美月が桃地と共に。そなたはどう見る、和氏。バカの考え、俺には分かりかねますね。では俺は主の元へ戻ります。和氏も美月を案じているようだな。古き仲だ、無理もあるまい。そうか、俺にはそうは見えなかったが。しかし若、水を差すようで恐縮ですが、あの三太夫がこれで終わるとは、わしにはどうにも。俺も半蔵殿と同意見だ。奴の執念からは危機迫るものを感じた。油断は禁物だろう。そうですね、引き続き警戒は怠らないようにします。では我らもこれにて。行くぞ利光、俺たちも止まってはいられない。今俺がなすべきこと、この手で必ず見出さねば。